今日は高麗系出身の店主さんが作るラーメン屋が地下鉄東山線の本陣駅近くにあると聞き、ラーメン専門店ラノ国に突入しました。駐車場もあるので訪問しやすいですね。注文は松あっさりじんわり薬膳ラーメン900円です。かなり待って着丼です。チャーシューが多いですね。麺は少し縮れた中太麺ですね。メンマも分厚くて美味しそう。それではいただきます。まずは麺からいただきます。コシがあって香りも良いです。縮れた麺にスープが絡んで美味しいです。チャーシューは旨味が凝縮しています。たくさん入っているし良いですね。メンマが分厚いですね。そしてシャキシャキです。味が染みていて最高です。スープは優しい味ですね。いろいろな旨味を感じます。麺との相性も抜群で完成度が高いですね。ニンニクを入れて味変してみます。味にパンチが効いてきました。辛味噌も入れてみます。これはラーメン福の味見。優しい味のスープなのでニンニクは少量にしとくべきでした。辛味噌は入れない方が良いですね。味変しなくても最高の美味しさです。でも高麗系の中では一番美味しいと思います。何はともあれ今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。